幸せも不幸も自分自身の責任。自分が笑顔になれば周りにも笑顔があふれる。テレビを見ていた時に次のような心理テストをしていました。風船が飛んでいきました。さて、この風船が飛んでいった理由は何でしょう。これを西洋人、アメリカ、カナダ、イギリスと東洋人、日本、中国、韓国の各3カ国ずつインタビューしました。西洋人からは、風船が空気を噴射しながら飛んでいった。風船の空気が抜けながら飛んでいったという答えが返ってきました。西洋人は、風船が飛んでいったのは風船自体が空気を噴射しているためという考え方をしています。風船自体が自分自身の責任で飛んでいると捉えている人がほとんどですから、自分が不幸であると捉えたり考えたりする人は少ないようです。海外旅行で市場などに行くと、とても楽しそうに働いている姿を見かけます。何代も続く仕事を、いやいやではなく、誇りを持って、楽しそうに働いていると感じる方が多いのではないでしょうか。これに対して、東洋人のほとんどが、風が吹いてきて飛んでいった、という回答でした。東洋人は、風船が飛んでいったのは、風船以外の別の力のためと考えていることが見えてきます。何かが起こった時、自分以外の何者か第三者のせいだと捉える人が多いということです。お金がないから結婚できない、子供を産むことができないという人がいます。これらの言葉も、自分自身の責任ではなく、自分以外の何者か、第三者のせいだと捉えているために出てくる言葉です。これまでの人生で、12万件の人生相談を受けてきました。1995年までは、自分の問題の相談事が多かったのですが、1996年を境にして他人の問題を挙げる人がとても多くなりました。他人の問題とは、夫が、妻が、姑が、姑が、子供が、職場の人が、友人が、といったものです。これらは、相談という形をとっていますが、他人が思い通りにならないと思い、自分以外の人を思い通りにするにはどうしたらいいか、と言っています。自分が笑顔でないのに、家族が笑顔を見せず不機嫌だという方が結構いらっしゃいます。ほとんどが子供が不登校で、
家族が楽しそうでないという話です。相談する方の方がとても暗い顔で全く楽しそうではありません。そのような方に対し、そう言っているあなたも楽しそうではありませんねと言います。すると理由は様々ですが、〇〇なので楽しい顔にはなりませんという答えが返ってきます。しかし因果関係がすべて逆です。上司が厳しい、子供が言うことを聞かない、姑がという問題はすべて相談する側が明るく楽しそうな顔をしていません。口から出る言葉のほとんどが問題をあげつらうだけの話題ですから、なるべく近寄ってほしくないと思います。近寄ってほしくないので反発したり、嫌味や厳しい言葉を言ったりして、言われたことを素直に聞こうという気にはなりません。これらはあなたのそばにいても楽しくないから近寄らないでほしいという意味での手厳しい対応なのでしょう。いつも明るい顔をして楽しそうにしていたら、みんなが近寄ってきて同じように笑顔になっていきます。例えば月曜日はカルチャースクール、火曜日は書道、水曜日は水泳教室、木曜日は料理教室、土日は友人と温泉旅行へと出かけ、とことん楽しみます。目の前に立ちはだかって暗い顔をしたり愚痴ばかり言っていたりしたら、相手が笑顔になることはありません。自分自身がいつもニコニコと笑い、毎日楽しそうに過ごしていたら、状況も変わっていきます。